as she rests. やっとモンドに着きました。はあ、疲れた。Okay. 偉大で深い知識を求める道のりは楽じゃありませんね。オイラは疲れてないぞ。You're floating. あなたは飛んでるじゃないですか。なんだ。先生術師って大したことないんだな。Why is Paimon getting all sassy now? それはあなたが先生術に幻想を抱きすぎてるからです。やあ、君たちもここで休憩かい？あ、誰だ？ああ、私たち兄弟は商人だ。リーユエで商売を終えて、今からモンドに帰るところなんだよ。Okay. 君たち疲れてるみたいだし、私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから、一緒にどうだい？ついでだし、金はいらないさ。That's bullshit. I don't buy it. 必要ありません。他に用がなければ、さっさと消えてくれますか？ There we go. Tell him, Mona. こちらのお嬢ちゃんは、急にどうしたんだい？下手な芝居はやめたらどうですか、強盗さん。There we go. 弱そうな相手を見つけたら、うまいこと馬車に乗せて、荒野で身ぐるみを剥がすつもりですよね。何を言ってるんだ。人の親切を無駄にするだけじゃなく、根拠のないことまで言うなんて。Someone just... So, why is someone trying to join my game? こちらから願い下げだ。Okay. では、あなたたちが身につけているものの中から、強盗で得たものを言い当てましょうか。Ooh. 不服なら、被害者を呼んできて確認すれば一発でわかることです。もし私が間違えていたら、お詫びに2万モラあげます。逆にもし私が正しかったら、あなたたちにはリーユエコーの刑務所に入ってもらいますけど。どうします？まともな商人なら別に構いませんよね。お前、俺様を怒らせやがって、この小娘が。どうやって知ったかは知らないが、お前を殺せばこの秘密を知る者は誰もいない。 No, you can't touch her, bro. That sounded so wrong. 心配はいりません。ただの強盗です。 True? Very true. さっき先生術師を大したことないと言いましたよね。ちょうどいい機会です。師匠の実力を見せてあげます。 Yo, it's been a while since I've used Mona.That sentence is pretty bad. Oh, this is Constellation. I don't know how. Wait. Oh, wow. Okay, 4. Alright, no wonder. Alright. What's her weapon? Skyward Atlas. Increases elemental damage bonus by 12%.Normal attack hits have a 50% chance to earn the Favor of the Clouds, which actively seek out nearby enemies. Attack for 15 seconds, hitting 168%. Ooh. What about artifacts? Of course. Braveheart, of course! Nice. どうです？これがあなたたちの師匠の実力ですよ。先生術師にとってこれ式のことお茶の子さいさいです。先生術の前で嘘は無意味。運命と真実とは星空を見れば一目瞭然なんですから。詳しく知ろうとすればそれなりに時間はかかりますが、大雑把なことであれば一目で見抜けます。でも今まで結構失敗してなかったか？それはテイワットの星空ではこの世の運命と真実しか映らないからです。あなたたちに関することは全て曖昧で、この私でも正確に見抜くことができません。
ですから向こうの継承者と会うことで両者の知識が合わさればあなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれません。いずれにせよあなたにとってはメリットしかない旅です。さて十分休めましたしこのままモンドまで休まず行きますよ。馬車があったらよかったのに。最初に疲れてないって言ったのはそっちでしょ。もうすぐ継承者に会えますね。心の準備はいいですか。師匠に恥かかせないでくださいよ。それならってダメです。弟子のふりといえども何も知らないわけにはいきません。部外者に教えてはいけないという決まりがありますが、あなただったら別に問題ないですよね。私の先生術は水裏の術。その名の通り水面に映る星空を観察することで行います。手本を見せるのでよく見ていてください。 Well, I'm watching closely, all right. 現在の星座と動きを見るに、例の継承者はセピロス騎士団の人で若く有能な女性。 That's a Rose, so it's Lisa. Okay. その情報だと、まさかリサさんか？もうすぐここで会えます。よし、これぐらいの情報があれば十分ですよね。まあ一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからね。この辺はおいおいゆっくりと説明します。どうやら彼女が来たようです。 Wait, what? わあ、栄誉騎士のお兄ちゃん、それとパイモンちゃん、おかえりなさい。クイYo, the fact that she just like walked there. Okay. 彼女こそ例の偉大なる学識の継承者です。継承者？そうです。星の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私のこと。私がここに来ると分かったからあなたもここに来たんですよね。Wait, that was a rose, right? Not a four-leaf clover.Because if it's a four-leaf clover, it sort of makes sense if it's Klee. There's no way, Ram. Come on. 星の海？星の海って何？そこにも魚がいるの？魚？いやいや、とぼけないでください。まさか私との勝負が怖いんじゃないですよね。Yeah, okay. Mona's just making things up at this point. I mean, come on. お姉ちゃんこそ、一体何を言ってるの？クレー、わからないよ。私の先生術が外れるなんてことありません。念のため聞きますが、あなたのお母さんはアリスさん、そうですね。そうだよ。あ、お姉ちゃん、ママのお友達なんだね。でも、ママは今、とても遠いところに行ってるよ。あ、ノー。ええ、知ってます。それが先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学の知識を全部あなたに教えていますよね。神秘学知識？よくわからないけど、ボンボン爆弾の作り方ならママから教わったよ。クレーのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのか？そうです。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外は空っ騎士でした。ですがアリスさんは違います。彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でした。そうだったのか。でもクレイはまだ小さいし、たとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろう。 True? そうですね。血筋は引いていても知識までは引き継げていなかったようです。参りましたね。これじゃ勝負になりません。そうだクレイちゃん、アリスさんが出発する前、50年の約束と箱のことを教えてもらっていませんか？うん、
それなら知ってるよ。お姉ちゃんはあの箱を取りに来たんだね。探すからちょっと待ってて。 What's she doing? これじゃない。 Oh. It's her book. It's her notebook. Okay. That's interesting. What is that? Is that like a... What is that? Why is there a, like a... What's it called again? The quill. Quill, there we go. これも違う。違う違う。これも違う。あ、思い出した。クネの新しい宝物と一緒に風たちの地に隠したんだ。Why do you always bury your important things up? 取ってくるから、ちょっと待っててね。おいおい、カバンは置きっぱなしでいいのか？ Oh, right, true. Wait, yeah, okay. 私が片付けるから、あなたたちはあの子を追ってください。はあ、あの子そそっかしいですね。箱は大丈夫でしょうか。 So, Windrise, right? Will you talk to Mona? We can. あの箱は本当に大事なものなんです。もし何かあったら、どんな顔しておばばのとこに帰れば。あのばば、誰の話？よっ。Who's she talking about? What the? Wait, what is this? ついたついた。ここだよ。宝物を掘り出そう。そんなことないよ。クレイは印をつけておいたから、間違えたりしないよ。わ、草スライム。とりあえず片付けよう。Can we use her? Please? Oh, come on. God damn it, man. I know. I'm like asking for way too much if I'm able to use Klee and Mona in the same story quest, but. Hey! Here we go. あったあった。この箱だよ。爆発に巻き込まれなくてよかったな。回収完了。あのお姉ちゃんに返そう。Okay. Accompany Klee.To return the box to Mona. She's not here though. Wait, so it's here? It was here all along. What the hell? やっと戻ってきましたか。待ちくたびれました。暇つぶしにこれを読んでいたのですが、わけのわからない日記で全然面白くありません。クレイちゃんのカバンから落ちた本だったので、古代の知識でも書いてあるかと期待したのですが。それより箱は見つかりましたか？見つけたよ。ほら、壊れてない。よかったです。ちょっと待ってください。どうして鍵がかかってないんですか？中身はそんな空っぽ？なんだって？クレイはね、この箱にクレイが集めた宝物を入れてたんだ。Yup, yup, I knew it. There's no way. There's no way. はい？お姉ちゃんがこの箱を欲しいって言うから、クレイの宝物は出しておいたの。今は空っぽ。Oh my god, dude. I can't. Dude, how can you even get mad at Klee at this point? I mean, come on. この箱を入れ物として使っていたってことですか？じゃあ最初に入っていたものは？それが欲しいんです。あれ、箱に入ってたものが欲しかったの？ならそう教えてくれたらよかったのに。まさか壊してないですよね？大丈夫、壊してないよ。もともと入ってたものはお姉ちゃんが今手に持ってる本だよ。
そんな、この本、この日記って、おばばが、50年前のおばばが書いた日記？50年が過ぎた今、少女時代の黒歴史を回収するつもりだったということですか？しまった。通りで何があっても中は見ちゃいけない。見たらおしまいだっておばばが言っていたわけです。クレー、またトラブル起こしちゃった？だって、箱が欲しいって言ったのはお姉ちゃんだもん。中身の話をしなかったから。I mean, technically that's correct. But still. 何も知らないよ。先に帰るね。Okay. Well. いや、でもモナが日記を見たことさえ言わなければ、師匠に知られる心配もないだろう。それは無理です。先生術の前で嘘は通じません。あなたたちも経験したでしょ。はあ、全財産を使ってモンドまで来たのに、知識を得るどころか戻れなくなるなんてどうすればいいんですか。さすがにかわいそうだな。あ、そうだ、本の内容を全部忘れた頃に戻ったらどうだ。そう簡単に忘れられませんよ。それにモンドに残りたくとも。そう、違います。本当に空気読まない人ですね。仕方ないだろう。それが嫌なら師匠のところに戻るしかないな。もう言わないでください。こうなったらしょうがありません。決めました。しばしモンドに滞在することにします。おばばが天寿を全うすれば私も自由の身になれます。An intimidating resolution. ですが、先生術の研究はどうしましょう。いや、まず住むところを探さないといけませんね。それなら、冒険者協会のキャサリンに聞いてみたらどうだ？何か助けてくれるかもしれないぞ。Wait. I've never heard of this BGM before.And yeah, I'm actually glad that Catherine's actually getting more spotlight in this story quest. That's good. 冒険者協会？そうですね。依頼をこなせば、あれがもらえますからね。分かってますよね。ありがとうございます。その、私、いや、何でもありません。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。なるほど、事情は分かりました。今モンドには空いている魔法実験室が一部屋あります。ただ何者かによって封印が施されているのです。封印を解くことができる者もこのモンドには数名いますが、その人たちは自分の実験室を持っているので興味がないようです。もしその先生術師さんが封印を解くことができたら、きっと部屋の主も彼女が使うのを快諾してくれると思いますよ。わかりました。では早速部屋の場所を案内しますね。 Thank you, Catherine. この封印を施した人物はただ者じゃありません。強行突破はほぼ不可能ですね。ですが、だからこそ面白いです。私の先生術の知識を使うに値します。どれどれ？ふむふむ。なるほど。これがこうなって、それから。Well, that was anticlimactic. よし、開きました。おお、すごいな！あとはキャサリンに報告すれば
ここに泊まらせてもらえると思うぞ。その必要はないぞ。礼を言わせてくれ。ありがとう君たち。この方は。ああ、私がこの部屋の所有者のゲーテだ。先ほど冒険者協会の前を通った時にキャサリンから君たちのことを聞いてね。まさかこんなに早くこの厄介な封印を解いてくれるとは。それってつまりここに泊まっていいってことですか？ああ、もちろんだ。どうせ今までずっと放置していたんだし、誰かの役に立つならむしろ嬉しいよ。お礼としてこの部屋を格安で君に貸そう。貸す？賃貸だなんて聞いていません。それに私は協力してあげたのに。協力？ああ、もちろんわかっている。君には本当に感謝しているさ。だからこその特別価格だ。私が言いたいのはですね、モナは誤解してたみたいだな。でも、はあ、仕方ないです。この部屋を借ります。よし、決まりだ。手続きの準備をしてくるからここで少し待っていてくれ。今回はありがとうございました。それとごめんなさい、あなたとの約束しばらく叶いそうにありません。先制術用の設備も新たな知識も得られなかった私では、あなたの運命を見るのにもう少し時間が必要です。でも約束します、準備が整ったら真っ先にあなたのことを占ってあげますから。ありがとうございます。あなたと旅を共にできたのは私の運命、それもいい運命だったのかもしれません。あなたたちの冒険がうまくいくことを願っていますね。私もこれからのことを考えようと思います。 Alright then。 先制術を金儲けに使わないとなるとどうやって生きていくんだろうな。やっぱたまに彼女の安否を確認しに行った方がいいよな。空腹で倒れてたらまずいし。Alright, that's it for the story. Wow, okay. That was very interesting. That was, I mean, very, 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 very fan service-y story. Like, yeah, very much. Can we talk? 静かに。実験中です。あなたでしたか。今あなたのためにいろいろと試しているところだったんです。もう少ししたら成果が得られると思います。Okay. 空腹で倒れたりはしないから心配しないでください。一応お金を稼ぐ方法は見つけましたから。And that is? And that is? I'm not gonna say anything because it's...I'm not gonna say anything. So yeah, I think I'm just gonna leave it at that. hopefully you guys enjoyed this video. My head is fucked up. It's been Sage. And hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. It's been Sage. Oh my god. And I will see you guys later.